ドミトリー・ヒョードロビチ・ラブリネンコは、ソビエト連邦の軍人。最終階級は、新鋭上級中尉。クバーニコサック軍の血を引くラブリネンコは、1914年9月10日に、ロシア帝国、クバン州に生まれた。1938年5月に、ウリアノフスク戦車学校を卒業した。彼は、ソ連のポーランド侵攻やベッサラビア併合に、従軍した。 1941年、ナチスドイツによる侵攻で、独ソ戦が始まると、T-34、76を任されたラブリネンコは58両ものドイツ側の戦車や自走砲を撃破し、ソ連陸軍内で最も成果を上げた戦車エースとなった。この記録はドイツによるバルバロッサ作戦展開中、T-34 を受領してから彼が、 死亡するまでのわずか2ヶ月半でなされたものである。1941年12月18日、ラブリネンコはゴリュニの村を解放した。しかし直後、ドイツ軍による激しい砲撃が村に加えられた。彼はその時、村を解放した胸を第17装甲旅団の司令官に報告するため、T-34 の社外に出ていた。そのため彼にドイツ軍が放った。 迫撃砲弾の破片が直撃し、ラブリネンコは戦死した。1990年5月5日、ラブリネンコはソ連邦英雄に劣せられている。ラブリネンコによる戦車撃破数は同時期に活躍したドイツのミハエル・ビットマンやオットー・カリウスに比べると少ない印象を持つ。しかしこれは他の戦車エースが対戦を通して打ち立てたものに対し、 ダブリ年功は前述の通りにヶ月半で打ち立てたもので、あるためである。また、連合国の兵士は他に誰一人として、この短期間にこれだけの記録を出すことができなかった。スミルノフ、アリックサンダー、ん。 69http コロンスラッシュスラッシュワーマードットキフドットアスラッシュバトルスラッシュ w w i i スラッシュ L A V R I N E ィランエヴラッシュプラス二千十四年十一月十一日閲覧ありがとうございます。